各分野からの発言を3人の方から行っていただきます。お一人目は原発被害者訴訟原告団全国連絡会事務局長の佐藤光雄さんです。こんにちは。ただいま紹介いただきました原発被害者原告団訴訟原告団全国連絡会の佐藤です。よろしくお願いします。私たちの原発訴訟全国連は昨年2月13日に約9600人21原告団が結集して作りました。私たちの目的は原告団の情報を交流、二度と原発事故を起こさないこと、完全な賠償を求めること、そして国と東京電力の法的な責任を司法の場で明確に勝利し、裁判に勝利すること、このことが主な目的。それでこの1年間に原告団の数が、原告員の数が1万2000人に増えました。このこと一つとっても原発事故はまだ終わっていない、被害は終わっていない、このことを表しているのではないでしょうか。この裁判の中で、簡単に言いますと、国と東電は一つは想定外の地震と津波だった、こういうことを抜け抜けと言っています。想定できなかったことは責任がない、こういう主張です。もう一つは22デシベル以下の放射線量下の生活は安全だ、例えば野菜不足の人、タバコを吸う人、肥満の人、こういう人の方ががんの発症率が高い、こういうふうなとんでもないことを言っています。しかしこういうとんでもない主張は各地の裁判の中で破綻してきています。一つは異常な危険性を持つ原発を安全神話のもとに規制してこなかった国の責任、もう一つは地震と津波により電源がなくなったら過酷な重大な事故を起こす、こういうことに対して対策を取ってこなかった東電の責任、つまり原発は人災だ、このことが裁判の中で明らかになっています。私たちは国と東電の責任が司法の場で明らかにされれば、現在国が進めている原発推進政策とエネルギー政策に大きな打撃を与えることができる、このことを確信しています。先ほど来話がありますように、いじめ問題について全国で問題になっています。私たちは12月22日に声明を発表し、記者会見を行いました。いじめが現れているのは氷山の一角であって、各地の裁判の中で原告本人が差別選別を受けている、子どもたちがいじめを受けていて学校に行けなくなっている、こういうことが話されています。今年は私たちにとって重大な年です。決審判決が続きます。群馬3月17日判決、千葉9月22日判決、成敗3月21日決審、京都9月28日決審、避難者10月11日決審、東京10月と、こういうふうに決審判決が続きます。この裁判に勝利するためには全国の皆さんの大きな支援が必要です。ぜひ皆さん、私たちの裁判にお力を貸してください。そして各地の原告団が訴えている署名活動、傍聴、カンパ活動、そして福島の現地を見ていただく
こういうことに取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。